はい、おはようございます。炭酸生体のアジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回ですね、炭酸生体の効果実証済みのですね、コンテンツを新たに提供していきたいと思います。はい。今日はですね、突然起きた五十肩っていうお話なんですけども、五十肩ってですね、痛いと思いながらですね、ある日突然やってくるんですね。これびっくりするんですよ。僕もですね、半年ぐらい前かな、急に、こう上げよう思ったら痛みたいな、もう痛みたいな感じで飛び上がりそうなぐらい痛かったんですよね。で、自分で、あ、これもしかしてその、まあ、五十肩の予告編だなと思ったんですね。もうすぐさまですね、自分でもそのケアしたりセルフケアして、その痛みの出ないように、まあ、動く、今でもまさにこう動きますけども、やはりですね、やっぱ疲労が溜まってきたりとかしてくると、やっぱ痛みが出たりとか上がりにくくなってきます。これどうしてもやっぱりね、年齢とともにやってくるもんなんですよ。で、突然やってきてもですね、対処できるようにあなたもですね、今のうちにやってほしいと思います。なぜかというとですね、いきなりやってくるとですね、ショック大きいからです。はい。もうショック大きいんですよ。ああ、痛い、上がれへん。まあ、50肩、もう私そんな年ってなっちゃうんですよ。だったらですね、もうこれなる前から、そういうケアをしとけば、ならないんですよね。これをちょっとお伝えしたいと思うんですけども、実際ですね、ちょっと炭酸のスプレーを持ってきますけども、でですね、これ炭酸のスプレーね。で、肩ってですね、こう、どう書こうかな。ちょっと絵心がないかな。やりましょうか。で、肩っていうのはですね、結構ですね、今五十肩のある人のあるあるで、この真横が痛くなる人と、この前のここが痛くなる人っていてるんですね。僕がこの2つを痛みが出だしたら、あ、やばい、それってもしかして五十肩進行するかもと思って僕は評価してます。だからここの痛みの出てる方は結構ですね、やはり高確率で腕が上がらなくなってくるんですね。だからそういう時はですね、もうここのところにですね、目がけてシュッとかけます。で、僕今シャツ濡れからしましたけど、これ肌からでも結構なんですけど、こういう感じで指でですね、この筋肉をゴリゴリと回すような感じ、これだけでもですね、全然楽なんで、痛気持ちいい感覚なんですね。で、これをちょっとやってほしいと思います。これをやるとですね、不思議とですね、五十肩がなりにくいんですよね。で、僕のところに来てくださってる方も、施術はさせてもらうんですけど、やっぱ施術がやっぱ1週間じゃなくて2週間、3週間空いてくるとですね、やっぱちょっと痛みって出てくるんですよ。なぜなら生活習慣が変わらないまま、体の変化を求めようとしてるからなんですね。それやむを得ないんですよ。戻りっていうのはね、もう日常生活をやめておけば、普段の日常生活をやめておけば、改善していくんですけど、やっぱり生きていくためにやらないといけないじゃないですか。仕事も家事も洗濯も。だったらですね、施術して良くなったところを動かすから、それでまた戻るって、こう良くなっても戻るっていうのがあるんですね。で、これをですね、家でやっておくとですね、全然戻りが浅いんですね。いわゆる、施術して良くなって、で、悪くなってまた痛い、で、次また施術して良くなってまた痛い、こういう状態で上がってくるんですけど、五十肩の場合っていうのはですね、やはり戻りっていうのが早いんですよ。こう日常生活もやって、日常生活、日常習慣やってるから、どうしても戻るっていうのはやむを得ないんですね。それをですね、お家でやる、もしくは今のうちやっとくっていうことになると、この戻りがマシなんですね。マシというか、この落ちきらないっていうより緩やかに、こういう感じで、ライン頻度も下げてもらえます。じゃないとですね、僕のところは五十肩ごときで、ね、毎週毎週来るの嫌じゃないですか。そんなね、僕だって嫌ですもん。だから家でできる改善を僕はここでお伝えしてるんですけども、ここをや回すだけで、これ僕ね、やったらあれかもしれないけど、体感が全然違うんですよね。全然違うんで、これをですね、あなたにやってほしいと思います。あともう一つちょっとお伝えしたいところがあって、時間を見たらですね、もうやばいなと思ったんですけども、ここの鎖骨のところにシュッとかけます。シュッとかけます。鎖骨のこの骨あるじゃないですか。ここにもかけておいてください。ここにもかけておいて、ここをグリグリグリっと。こういう感じ。これ回すような感じですね。僕これ回すのが、僕は一番人間というか、ストレッチというかね、セルフケアですね。一番やりやすいのかなと思って、これをお伝えしてるんですけど、これ結構効きますよ。これで回すとですね、あ、いいですね。かなり、あ、いいですね。はい。結構いい感じで回ってくるんで、このね、ここですね。なんか野球のサインみたいになっちゃってましたけども、ここですよ。この4つ、3つだって4つ、4つですね。4つをですね、セルフケアしてください。そしたらですね、突然、
五十肩ってやってきません。やってきたとしても、あ、これか、アンジーが言ってた五十肩の予告はみたいになってくると思うんで、今のうちにですね、あらかじめ出てくる杭はもう打っておこうみたいな感じですね。それを、ぜひ今日からですね、やってみてください。まあ、こんな感じですね、今日の動画が良かったと思ったら、いいねのボタンをお願いしたいと思います。またですね、チャンネル登録をまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録の方もお願いしたいと思います。それではですね、また次回お会いしましょう。さよなら。